まずは、ね、その予備知識というか基礎知識として、えー、この和音っていうのはどういうふうにできているのかっていうねその一番その初歩的な基礎のベースになる部分っていうのを、まあ、知っておいた方がいいのではないかとで、まあ、そういうリクエストもですねあの視聴者の方からいただきましてまずこのアルファベットが何を表すのかっていうのも、まあ、知らない人はやっぱり全く知らないと思うのでそこから今日は説明していきますけど C がドで,すで D がレ。 キーガミこういう風になってますね F が C メジャー C マイナーっていうことになりますもうただ単にこの真ん中のここが半音変わっただけでこんなに響きが変わるんですねチャボカイさん音楽の教本買ってきて読んでも理解できずに寝てしまう <laughs> こうやって鍵盤を数えて音を出してもらうとよかった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  でこの番組でやった甲斐もあるっていう感じですかね。はい